成城石井ないし、やめてくれん。やめてくれん。ちょっと、え、福岡もないよね。ある、似たようなのあるけどないね。なんで、おかしくない？東京行ったらめっちゃあるんだけど、ナチュラルローソンも、なんでナチュラルローソンもないの、悲しいよ私は。まあなんであんま行けないから頑張って2本買った、重いけど頑張って。本当は箱買いしたい気持ちはあるけど重いから我慢した。そうです、めっちゃあるよって。こら、もっと美人になってしまう。ありがとうございます、どうも。いや本当にこれ結構なんか前に出させていただいた音楽番組とかなんか撮影とかの前日とかに飲んだらなんか顔の調子がいい気がするんですよ。わかんない、これを飲んでるという安心感、精神的な面でもあるかもしれんけど、そうなんだけど、いやネットでも買えるけどね、やけどこのプレミア感がいいよ。このプレミア感がいいね。だって普通にコンビニ行って買えるんだよ、普通にスーパー行って買えるんだよ、東京の人たちは。羨ましい、私も真似して成城石井行った。ちょうどねなんかこのハリーポッターの赤坂駅に成城石井あったから、あるやんって思って買った、うん、最高。でもね後からね見たらね、東京駅にも成城石井あったんだ。だから最初に買わずに最後に買えばもっと重い気持ちをせずに済んだんだけど、買いたい気持ちが勝っちゃったよね。これはほんとちょっとあの小豆の香りが苦手な人は無理かも、だけど私は好きなんですよ、甘くない小豆のお茶って感じなんですけど、そう本当にお茶だから、小豆って書いてあるけど甘いとか想像しないでくださいね、お茶って感じなんだけど、そうそう、これめっちゃおすすめ、むくみ取りたい人おすすめです。顔の調子明日良くしたいっていう人、これ夜飲んでください。そう。そうだよ、赤坂から東京まで、そうだよ、頑張ってよ。てて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 てえー、いいね、東京近郊だと駅中に結構成城石井いいな、めっちゃさなんか健康的なものめっちゃ売ってるやん、なんか意識高いスーパーじゃないですか、めっちゃ好きなのそういうとこ見るの、ちょっと高級感があるけど、ちょっと高級なものも多いけど、でもなんかやっぱ体にいいものとか売ってるやん、こういうめっちゃ好きなんよ、なのにないから悲しいよ私は。私ができたら、広島できたら私が行くのに、毎日これ売って、これ毎日1本買うのに、本当にできてほしいんですけど、誰かよろしくお願いします。誰か頼みますっていう感じで、購入品はこのぐらいかな、ハリーポッターで買いすぎだね。他の普通にお土産とかは全然ちょっといつもよりは少なめだけど、うん、そう、あのジャンキーなね、油ギトギトみたいな食べ物も好きなんだけど、そういう系も好き、どっちもだから全般好きなんだけど食べ物。うん、あ、中国地方、岡山にしかないんだ成城石井、うんうんうん、岡山強しすごいな、やっぱ面積も大きいしね、なるほどな、そこをなんとか毎日2本買っていただけ、え、毎日2本じゃあ買うわ、これ持ってウォーキングしたらなんか痩せそうだし、本当に買うからお願いします。ナチュラルローソンか成城石井かどちらかだけでもいいので作っていただきたいです、本当に。うん、好きなんですよ、もう東京お仕事があるときは近くにナチュラルローソンがあるかどうかとかめっちゃ検索します、そうってぐらい好きなんで、ナチュロ好き、私もなんかさ、あ、ほんと健康なスイーツとか低糖質なスイーツとかも多いし、しかもちゃんとローソン感もあるし、そうめっちゃ好きで、そういつもお仕事あっちであるときは結構検索していく、ちょっと歩いて15分以内だったら頑張っていくもん。15分まで帰って16分からはちょっときついけど、
そう、え、そうだよ、ナチュラルローソンもそっちの方しかないんだよ。なんで、どういうこと。なんで、なんでなの。なんかおにぎりとかもヘルシーなのがあるんですよ、ナチュラルローソンは。でなんかこんなのもあるのみたいな商品とかもあったりとかするから、すごい楽しいのよ見てるだけで。うん、そっちにある人はね、ナチュラルローソンがあるありがたみをね感じながら過ごしてね。100円ローソンもないから、ちなみに言っとくと、100円ローソンもあるありがたみを持ってね。ミニストップもね、ミニストップ今回いかんかったけど、ミニストップもあるから、あのちゃんとありがたみ感じてください。もうちょっとちゃんとナチュラルローソン行こうと思いました。面白いんだけど、待って、面白い、うん、そうしてください。ミニストップ広島、なんか中国地方にはない、ないのよ。なんで中国地方飛ばして九州に来たのかわかんないんですけど、ミニストップさんは、うん、悲しいことに。だから頼むから、ミニストップかナチュラルローソンかどっちかでもいい、まあどっちも欲しいけど、どっちかでもいいからずっと待ってるよって。中国地方のコンビニを建てる方々、よろしくお願いします。ね、ほんまに不思議そうなの、なんでかね。近くにある人は私の代わりにね、いっぱい行ってほしいね。うん、って感じで、ちょっと今日はちょっとゆったりと、まあ個々の時間はそんなだけど、ハリーポッターとかもそんな数十分とかだったけど、うん、私買い物早い人だから、私の中で数十分買い物したのはちょっと長めだけど、そうそうそうなのよね。そう、これもめっちゃ馴染んでるし、もうですね。髪もサラサラだし嬉しいわ。ちょっとね、ここもねちゃんとねカットしてもらったの嬉しい。前髪もちょっと幅を増やしてもらっていい感じです。もうちょっと雨だったからあんまりちょっと巻きとかは取れてるけどっていうね。ここ最近結構お忙しい、ありがたいことにお忙しくて、今月もまだまだ楽しみなこといっぱいあるんですけど、ちょっとだけゆっくり今日はできました。帰ってこれました。新幹線いつもそんなに寝ないんですけど、今日はめちゃくちゃ寝てました。だからもうあっという間だった、びっくりした。いつも東京広島間もう知りたい、もう早く出たいって泣きそうになるぐらい長いんだけど、今日はもうあっという間だった。え、もう残り1時間みたいになった最後、びっくりした。なんか乗ってた気持ちは2時間ぐらいの気持ち、めっちゃ、ほら本当に、うん、今日はめっちゃ寝てたんやなって。首めっちゃ痛かったもん最初、こうやって寝てて、だからここがめっちゃ痛くなって、次はこうやって寝て、まあちょっとバランスをとって右と左で、そう、もうめちゃくちゃあっという間だった今日は、うん、めっちゃ寝てたね。あのちゃんとブランケットも持ってってるから、ブランケットであったか待って寝てたんかもしれんけど、そうそうだね。あ、名古屋はギリ起きてたと思う。でもその後ぐらいから記憶がない、ちょっと消えた。もうなんか兵庫ぐらいになった気がする。なんか、うん、あっという間な感じだったね。そうそう、うんうんうん。ネックピロー、こういう時にねネックピロー忘れるんだよね。本当に入れようってめっちゃ思ってた。でも入れるスペース今考えるとなかったけど、ネックピロー忘れる人、なんでこういう時に持っていくものなのに家で使って。何してるんだって、うん、次は持っていこう、次行く時があればな。トトトトトロロトトロトトトトほい。新大阪から広島飛んでるからちょっと残念。あ、そうなんだ、景色を見ながら行ってるのかな、みんなは。私はもうひたすらスマホか寝るかなんだけど、めっちゃ今日も、うん、めっちゃスマホをしながらこうやってもう寝ちゃってたんですけど、
でね、東京といえばそうだよ、誕生日9月3日、さっきツイートもメールもしたけど9月3日にね、久々にフェスだ。この前横浜でこういう感じのアイドルフェスみたいなの出させていただいたけど、久々に決まりましたね、次のフェスが9月3日誕生日に、なんとなんとなんとフェスに出させていただける。しかもメンバーがなんかすごい珍しい感じの、おきまいさんプラス吉田中川又プラス愛子地桃ちゃんさーやんプラス研究生みたいなね、ほう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 みたいな、なんか新しい組み合わせ。まあ、この日あの一期生さんはね特別公演だからいらっしゃらないんですけど、一人も。そう、不思議な感じで呼んでいただいてありがたいなって。そう、誕生日に毎年 STU 入っては毎年お仕事があるんですよ、こういうライブ系の。だから今年もあって、嬉しいと思って。そう、毎年なんかライブ系があって、よろしくお願いします。出演メンバーこんな感じです。研究生ちゃんたちと5周年婚以外ではやっぱ初めて一緒のステージに一緒の時間に立つっていうの楽しみです。めちゃくちゃ嬉しいね。ノイミーさんもいる、しかも NGT さんもいたよね、48グループさんがいらっしゃる、嬉しいよ、仲間がいる。うん、楽しみですね。12人って16でもなく12人っていうのがまた不思議な感じだけど、そうそうそう、明日の10時から先着順ですかね、どうなんですかね、 E プラスローチケピアの3つのとこでチケットが販売されますので、先着順の一般発売頑張って、明日の10時から頑張って、みんな待ってます。誕生日なのでいっぱいグリーンとオレンジが見れたら嬉しいです。電波グミンクさんもいらっしゃるんや。ちょっとこれの連絡が来た、これ出るよって連絡が来た時はもう起きたてみたいな時だったから、もうなんだろうみたいな感じで見てたから、今やっとちゃんと見ました、ページ。あのツイートもちょっと寝ぼけながらだけど、なるほどね。あ、なんか結構あのフェスで過去に一緒になっている方々がいらっしゃいますね、楽しみ、よろしくね、みんな。この日はこのフェス自体は何時なんだろうね、書いてあるかな、あ、すごい、開催が言おうかな、あ、お昼だ、9月3日会場12時半、開演13時半。ね、チケットが S 席と A 席と学生席がある。そうやん、学生いいね。めっちゃお得よ、学生。楽しみ、楽しみ、しみしみしみ、しみしみしみ。このね、ね、今回はね、メンバーが同時に発表されたからね、嬉しいけど。ね。こうやってメンバーがもうこの何ヶ月も前からちゃんと出るメンバーが出てるのいいよね、ありがたいよね、予定が決めやすいよね。なんかまあ先すぎてもまあ逆にあるかもしれんけど、まあちょうどいいぐらいに、あとちょっとの日だしね。立川っていうのかな、この場所は行ったことない地名かしらかしらないかなっていうとこなんですが、タイムテーブルはカミングスーンだ、オリジナルグッズもカミングスーンだ。立川合ってた。そうだよ、のいみさんもいるからね。わーわーわー、自然の多い東京、そうなんだ、行ったことない、多分聞いたことがそんなにないから調べてみた。立川ステージか、ほう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 、
ほうほう、左西の方のちょい上ぐらいなとこか、真ん中ぐらいか。へえ、来てみんな。 IKEA がある。お、ほうほう、そうなんだ。じゃあなんか本当の IKEA めっちゃ近い。え、めっちゃ近い。え、道路挟んで隣やん、 IKEA。 すごいいね。へえ、なんか近くにいろんななんかお店とかもある。映画館みたいなのもある。なんかこのなんか緑がでっかいとこはなんだろう。あ、国営昭和記念公園とかある。すごいすごい、土地が大きいそうなとこですね。すごく駅からもみんな近いのかな。2つの駅の真ん中ぐらいにあるね。高松駅、立川北駅、立川駅とかが近いかな。なるほどなるほど、楽しみ。美味しいものもみんな探しとかのねいいね。まだちょっと先ではありますけど、2ヶ月はないぐらいの。もうだからもう入れました、あのカレンダーにすごいね、ありがたい。そして7月のカレンダーもめっちゃ埋まってて、もう空白の方がめっちゃ少ないぐらいに埋まってて、なんかすごいウキウキしてます今月まだまだウキウキする出来事があるのでウキウキしてます。楽しみじゃん。でもうそろそろお休みメール書かなきゃいけないから終わろうかなと思っております。タッタララッタッタッタララッタッタンタッタッタン、ジュリボーだよ、ハートありがとう。そうだね、東京迷いそう。私はいつも迷います。いつもグーグル先生と相談しながら東京の街を歩いてますねみんなは気をつけてお越しくださいませ。さあということで、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。お土産話とお土産と紹介とありがとうございました。では22位のみほりん賞からいきます。22位はのぶさん、そして13位はおおかみさん、12位森翔さん、11位リーツさん、10位ももたんさん、9位ジュリボーだよん、8位竹まつるさん、7位ジョーさん、6位アクアット自称みほパパさん、5位島風さん、3位あ間違えた、4位やじうまさん、3位かんちゃん、2位こいさん、そして第1位は金友でした。ありがとうございました。チクリパチクリパチパチパチということで、本日この辺で終わりたいと思います。よし、新しい仲間も増えて最高です、可愛いです。いつかいつかいつかこのカフェにも行きたい。本当にもう誰か先に行けたら行ってほしいですけど、ファンの方もハリーポッターの世界行きたいもう行きたすぎるから、やたそこに行ったら食べるメニューとか決めとくわ、もう今のうちにってぐらい準備しときます。いつでもあのフェスや東京お仕事や、まあプライベートでも東京行ける予定があればもう絶対に行くぞということでこの辺で終わります。それでは最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんパー、ありがとうございました。ではまた会いましょう。おやすみほー、メール送ります。